皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、首都ミロンドですね、続きをやっていきたいと思います。で、現在の装備とかはとりあえずいつもの、火力重視のものに戻してあります。前回ね、どういう装備でどういうアビリティにしたのかっていうのをもう早送りでやっちゃって、まあ、死にまくったんで特に細かい解説は、なかったんですけれども、まあ、ジャンプをつけました。ジャンプだとね、8マス先まで攻撃ができるんで、一応ちょっと遠くからチクチクやりつつドラゴンを排除していったような感じかな、簡単に言うと。で、続きをやっていきます。あと残されてるのはボルマルフくらいなんで、神殿騎士としてはまあ、ボルマルフぶっ倒してっていうところですね。飛空艇の墓場、なぜだ、なぜバルゴが反応しないのだ。この空間に聖天使の魂が漂っている、それは間違いない。なぜだ。アジョラの生まれ変わりではないのか。いや、そんなはずはない。確かにバルゴは反応した。来たか。ボルマルフ、そこまでだ。バルゴは発動しない。諦めておとなしくアルマを解放するんだ。いいや、発動するさ。が足りないだけなのだ。聞こえなかったか。血が足りないと言ったのだ。血塗られた聖天使の再臨には多くの血が必要だ。聖アジュラの死後、十数世紀にわたりイバリースの大地に多くの血が流されたが、まだ足りないらしい。仕方ない、地上へ戻ってもう一暴れしてこようか。心配するな。その前に貴様たちを生贄にしてやろう。今回は即ルカビー戦かな。だいたいなんか人間形態と戦って人間形態を倒してルカビーっていう流れだったけど、そのままルカビー戦になりそうですね。統制者ハシュマリム、我が主、血塗られた聖天使よ。ワインよりも濃く、灼熱の溶岩よりも熱い血をその復活のために捧げよう。1対1か。統制者ハシュマリムを倒せ。絶対こっちの方が早いよね。まずはアルマ、しっかりしろ。お願いだ、目を開けてくれアルマ。無駄だ、そんな呼びかけでは起きん。アルマに何をした。本来の姿を取り戻すには娘の意識が覚醒していては困るのだよ。次に目覚めるときは自分の使命を思い出しているだろう。この世界に我々の仲間を呼ぶという重大な使命よな。いける、いけないか。暗黒剣はでも3マスあれば当たるから、1、2、3、え柱これ、あ違う、ここか。いけねえし、ちょうど1回おびき寄せるか。じゃあ例によって叫んでおいて。でルカビってさ、結構スピード少ないことが多いよね。割となんか2回連続で回ってきたりするし、ちょっとここで待機します。一旦待つ。来るは来る。どんな攻撃をしてくるかだよね。これは魔法系？重爆、ストップとか。あ、ストップしちったよ。ストップ対策は必要か。あと他に何を使ってくるかだな。近づいてきてからの215。時は来た。あ、メテオかっこいいね。でっかい隕石が1つ、無数に降り注ぐわけではなく、でっかいのが1つ降ってくるのか。215か。ストップしてるときとか、まあ鈍幕もそうですけど、
早っもう解けたけど死ぬな。一応栄翔はあるのか。闇の剣一発打っとこう。ヒットポイント吸収する。届くか。123届かねえし。で完全に自分が固定になってるから、いやこれはもう死んだな。少し移動力上げるか。じゃあ一旦目から近づきたいね。ブラッドウェポン、ブラッドウェポンはそう範囲が広がらないからね。315自分のヒットポイントも減るからな。特に叫んでおいてもしょうがないよね。あしまった。一応待機してなんか少しでもターンが回ってくるのを早めた方が良かったか。もしかしたらもう一回ターンが回ってきて闇の剣でヒットポイントを吸い取れたかもしれないけど、栄翔だからね。それよりは回ってこない。メルトンも唱えてくるんだ。これはもうなんか FF6 のメルトンっぽいね。てか引く手ぶっ壊れんだろこんなの。まあ隕石が落ちてきた段階で壊れるけどさ。一応ストップ対策はしておきますか。でストップ対策したらなんか別のステータス異常引き起こされそうだけど、まあ、とりあえずストップ対策をしてきます。ではもうそのまま突っ込んでいきますか。どうせ最初攻撃食らうし。でブレイサーを例によって外しちゃってるので叫んではおく。あとは向こうがね攻撃してくれれば多分200いくつとか食らってたけど火力で押し切れるかな。よしこの距離だったら215ヒットポイントを吸収しながら戦うかどうするか。一応後ろは取っておきます。で減ってないからまあ殴る。999とか強えこんなん2発で倒せんじゃん。あ結構栄翔長いねやっぱり。メテオやっぱり栄翔してからさ、栄翔中に次に自分のターンが回ってくるのはちょっと損だよね。何もできねえから別の行動すると栄翔ストップされるし。で215で150回復できて、まあマイナス65、ただエクスカリバーでぶん殴ればさすがに999、2回やれば倒せるでしょう。ギリ届くね。あとは 100% かどうか。88か714に減ってんな。いや投げろ。さすが我が主よ。まだ目覚めるのか。反応した。ここはアルマダムザ兄さん。ここまで来て邪魔をさせるものか。血塗られた聖天使よ、我が命を復活の生贄に捧げようぞ。ダムザっていっぱい成績持ってるけどさ、なんか有効活用できないのかな。髪が白くなった。聖アジョラ、体を取り戻したぞ。アルマ、一旦セーブを挟むかな。ラグナロク、え、ラグナロクゲットしたけど、エクスカリバーはだって外したくないよ。ラグナロクオートシェルだった気がするんだよな。じゃあセーブをして次へ進んでいきます。はい、じゃあせっかくなんでね、二刀流に切り替えてラグナロクを装備しました。世界の終焉を歌った伝承に登場する騎士剣ということで、永久シェルがかかりますね。攻撃力24、エクスカリバーっていくつだっけ。21か。回避率35。あれ回避率いくつ。やっぱエクスカリバー強えな。吸収性なる属性、強化性なる属性があるからね。でまたちょっと最初なんでブレーサーをつけて火力重視でいきます。
まあ、確かに両手持ちで999当たるんだったら片手でぶん殴ってなんか500、500で1000とかの方が良さそうだけど、片手でそんなに火力出るかな。場所は同じですね、飛宮亭の墓場。飛宮亭の墓場って言うけど飛宮亭1個しかないよ。なんだこれは。うぐ、兄さん助けて。アルマ、ラムザ兄さん、やめろ、邪魔をするな、邪魔をするな。分裂したアルマ、大丈夫か。兄さん、私は大丈夫。早くアジュラを倒さなくては。私の復活を妨げるつもりか。そうはさせぬ。いでよ我がしもべどもよ。またアルテマデーモン系か。てかアジュラってさ、こんな力持ってたんだ。いまいちアジュラの立ち位置が分かんないな。まあ、成人ではないってことは確かだけど。私の復活を妨げる者は何人たりとも許してはおかない。うわ、腕が壊れていく。めっちゃスッキリしたんだけど。聖天使アルテマ、行くぞ。非力なる者どもよ。聖天使アルテマを倒せ。これさ、アルテマデーモンどうするかだよね。まあいいや、とりあえず先に行動できるから横取ってアルテマをぶん殴ろう。まずぶん殴ってみよう。528、使用マジックパワー吸収。あ、まあ関係ないわ。これ1000いくっしょ。いかない？どうだった？またギリギリ1000とかそんな感じだよね。アルマ、これ何、マバリアかけんのかな自分に。ヒットポイント1じゃん。え、テレポ、ダテレポか。アルマやられんじゃねえのこれ。やられてもいいのこれ。マバリア、まあいいや、リレイズかかるし大丈夫っしょ。あ、ハイエーラムザ最高だよ。お前はやらせはせん。アルマをやらせはせんよ。消えろアルテマン792。つえ、確かにラグナロクつえな。バカな、こんなことが。そうか、貴様はかつてこの私を倒した者の末裔か。負けぬ、私は負けぬ。例によって俺が行動した後だったら嫌だよね。行動しきり直しだったら確実に先手取れるけどさ、これはさすがに後手に回るでしょう。アルテマデーモンは消えたね。貴様たちを殺してやる。2回で倒せればいけ。俺の行動が終わった後だ。アルマ、俺にバーバリアをかけてくれ。あ、また回ってきた。アルテマデーモンもあれかな、アルテマデーモンじゃねえ、アルテマか。行動した扱いになってんのかな。528、ほら498とか。2回で肩がつけばね、本当にアルマがちょっと元気になった。ちょ、向こうまで行かれると困るんだけど。引かれた、ちょっと待って、遠いぞ。リセットプロテス、なんだ、なんか
それっぽいやつだったね。暗黒化トロフかな。どうしよう。イービルブレードで、これなんだ、これわかんねえんだけど。あ、拡散さんってそういうことか。自分の手前が1マス2マスで最後の奥行きが3マスってことか。ちょっとこれこのまま待機しよう。デスペじゃ、デスペルのジャだよね、簡単に言うと。何のこっちゃってことかもしんないけど、デスペルはまあ保護魔法を解除するんだけど、結局マバリアとさ、デスペジャのさ掛け合いじゃん。アルマを狙うところがなんかイカれてるよね。やられた、アルマ。気にしない、アルマがやられて。こんなんさ、アルマこいつに殴られたらもう絶対死ぬでしょ普通に。仇は取る、アルマよ。そこでゆっくり休んでてくれ。うわ、決まらないか。さすがだな。もう一回回ってきた。何度でも殴るのみ、倒れるまで。貴様を殴るのやめない。倒した。もっと力を。完全に崩壊したな。これで終わりですね。大いなる父の祝福を受け、汝の肉体は大地へ戻らん。願わくば聖アジュラの御籠によりアルマベオルブの魂を至福の地へ導きたまえ。ファーラム、ファーラム、アーベンみたいな感じかな。まだ若いのに残念なことだ。兄弟がみんな行ってしまったなんて。末帝のラムザは墓にも入れないとか嘆かわしいことだ。300年続いたベオルブ家もこれでおしまいね。遅くなったな、ラムザ、アルマ。もっと早く会いに来ようと思っていたんだけど、人目が厳しかったんでね。ディリータはオベリアと結婚したんだ。平民での若者が混乱したイバリースに平和をもたらし、ついにはプリンセスと結ばれて新たな国王となる。何百年も民衆の間で語り継がれる英雄譚の誕生だ。ディリータはお前が言ったように根はいいやつなのかもしれない。彼女がミロンドの刺客とバレた時、あいつは彼女を殺したように見せかけて城外へ逃がしたんだ。ボルマルフに利用されている彼女に自分の姿を重ねたんだろうな。何も喋んねえし。父は勇敢に戦って死んだのか。いや大丈夫だよ、どっかで生きてるよ。どっかでゆっくりやってるよ。また来るよ、じゃあな。本当に除名した人たちってどうしてんだろう。本当に死んじまったのか。俺にはまだお前が死んだなんて信じられないよ。だってそうだろ。多分遺体が入ってるわけじゃないんだよね、墓に。
待ってくれ、ラムザ、アルマ。生きていたんだ、生きてたんだよ。ありがとう。その後、二人の姿を見た者はいない。後にオーランデュライはこう樹解している。人間は何に幸福を見出すのだろうか、何のために今起きるのだろうか、そして何を残せるだろうか。ただ分かることは、彼こそが真の勇者であった。後日オーランデュライは自らが見聞きした出来事を5年もの歳月をかけてまとめ上げた。執筆されたデュライ白書は翌年、新たな教皇を選出するクレメンス公会議の場で公開されるが、真相の暴露を恐れた教会はその場でオーランを逮捕すると、異端者として非刑に処した。その後回収されたデュライ白書は数百年もの間、教会の手により隠匿されることになる。しかし私は真実を知ることができた。今こそ彼の名誉を回復しよう。彼の生き様を若い世代に伝えるためにも、ブレイブストーリー著者アラズラム・デュライ。これデュライの一族だよね。子供を残してたのかな、オーラン・デュライは。というところで、スタッフロールですね。この後またちょっと、なんだっけ、あいつ、ディリータのお話がちょっとだけ出るんで、まあ、それを見て終わりにしましょう。ゼルテニア城の教会跡。イバリス王ディリータ、やっぱりここにいたんだな。みんな探していたぞ。チョコも勝手に帰ってった。ほら、今日はお前の誕生日だろ、この花束を。オベリア、そうやってみんなを利用して、ラムザのようにいつか私も見殺しにするのね。ラムザ、お前は何を手に入れた？俺は、ジ・エンド。はい、というところでね、FF タクティクス、まあ、ラムザ一人でね、行きましたけれども、やっぱ縛りプレイは結構やっ出て面白いですね。あの、大変は大変だけど、裏方のレベル上げとか結構大変だけど、やってて面白い。ただまあ縛りプレイやるにはね、ある程度のゲームのシステムを理解してないとちょっといけないんで、まあ、いきなり初見のゲームで縛りプレイをやるっていうのはまあどうかなと思いますけど、まあ一回やってある程度慣れたゲームだったら
まあ、何かね縛り制限をかけてやっていくのも、面白いと思いますので、まあ、また何か別のゲームでね、そういった機会があればやっていきたいと思います。では FF タクティクス獅子戦争、マジでこれ超好きなゲームで、まあ、めっちゃ面白かったですけれども、まあ PSP なんでね、一番新しいやつでもちょっとなかなかやる機会はないかもしれないですけれども、まあ機会があったら、まあ、ぜひ触れてはいただきたい作品に、なります。では長い間、ご視聴いただきありがとうございました。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。